法律を守ることはもちろん大事、法律は守ろうとしてください。しかし法律の前にモラルや人としてというか、ちゃんと自分でその線引きを引いておいてください。これはやっていいかな、これはやっちゃいけないかな、人に批判されるからやるとか、やらないとか、やるとかを決めるんじゃなくて、自分で線を初めに引いとかないといけません。はい。これはもらっていいお金じゃないよね。これはあぶく銭だよねと思ったら、もらわないようにしてください。これは捨て間だけの話じゃないです。これは皆さんに言いたいことですね。あぶく銭だったとして、これはもらっていい額じゃないよねと思ったら、もらっちゃダメってことです。よろしいでしょうか。はい。今日はなんか暑苦しいね、教育者みたいなことやってましたけども、よろしいでしょうか。はい。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。